フェスだ。フェスが来るぞ、みんな。もう告知来た。早くない？てか、フェスの頻度早いよな。今度大判焼き、回転焼き、今川焼きでしょ？ちょっとリークでしてたんですけど、はい。みんなも見ましょう、一緒に。今回のフェスのお題は、これを、なんて呼ぶ？回転焼き、大判焼き、今川焼き。です。みんな、多分これもう投票できるよね。投票するか？投票しようかな、もう。なんか、俺の地方では、まあ地方っていう、まあ大判焼きっていう言葉をよく聞くけど、今川焼きもよく聞いたことあるのよ。はい。猫もそう言ってます。猫も言ってます。回転焼きはあんまり聞いたことないんですよね。みんなどこに住んでるかわからないんですけど、出身地によって名前変わると思うんだよ。うん、風花ちゃんは回転焼きの店しか見たことないんだって。うん。で、うつおちゃんは、大判焼きの、屋台があるらしいよ、大判焼きの。へぇー。えいさんは、ザトマで今川焼き売ってるって言ってる。そうなん？マジ？見たことないよ。バンカラで回転焼き売ってるって風花ちゃん言ってた気がする。待って、でも気になるね。ちょっと見に行く？見に行こうか、せっかくだし。でっかいみこしが立ってる。あれ、果物売ってるな。あれじゃないか。あれは屋台じゃないか。こっちはお魚さんかな、売ってるね。でも大判焼きじゃないね。ないな、売ってないな。市場ばっかだね。見当たらないですね。なんかリサイクルショップみたいなのあるよ。服売ってるよ。でも、あれご飯は売ってない。今回の T シャツかわいい。ピンクかわいい。ベージュもかわいい。緑もかわいい。かわいい。投票するか。これ、なんて呼ぶ？回転焼きは絶対ないわ。もう聞いたことないもん。一回も、俺回転焼きとは聞いたことがない。で、ここが大判焼き。これはね、聞いたことある。で、今川焼き。これも、よく聞く。ここの2個で迷ってて。はい。大判焼きって、お家の近くで実は売ってて、でっかく旗で、大判焼きって書いてあったの。で、今川焼きは、なんかお祭りとか行くとよく今川焼きって置いてあるんだよね。でもあれって、千代の、なんだろう、広島風お好み焼きみたいに売るから、多分俺が住んでるとこ今川じゃないんだよね。だから多分大判？大判だろこれ。大判ブルマや。ということで、私、うなチャンネルは、大判焼きチームに入りました。可愛いでしょ、この格好。ちょっと熊の耳に合ってるでしょ。大判チーム入れたんだけど、まあ、人気が出てほしいから、マスコットキャラクター作ってみた。大判くんって言います。頑張って書きました。どこしよう。